こんにちは、みずきです。今回は私のヘアケア方法をご紹介していきたいと思います。はい、ということで私の最近のヘアケア方法について動画を撮ったので、そちらを見ていただきたいと思います。はい、今お風呂上がりでスキンケアが終わった状態です。まずはタオルドライからしていきます。まあ、この時ね、たまにパックとかもしたりしてます。はい、ある程度タオルドライをしたら、次はアキュアのオイルをこのくらい、3プッシュくらい出して、毛先の方からなじませていきます。ドライヤーの前は何かしらのトリートメントとかオイル系をワンクッション入れてます。はい、そして次はドライヤーで髪の毛を乾かしていきます。こちらはキスニューヨークのマイエアー360です。このドライヤー広範囲に渦巻き状で風が出て、髪の表面と内側と地肌に同時に風が当たるので、乾くのがねすごく早く感じます。で、同じところに風を当てても熱ってならないんですよ。本当にこれ試したら絶対驚くと思います。私の母にもねこれを試させたんですけど、すごって驚いてました。はい、こんな感じで髪の毛が乾いたらもう一度オイルを塗って終了です。はい、こんな感じで見ていただいたんですが、あとは寝る前とかに頭皮マッサージもねしたりしてます。最近はこんな感じのヘアケアです。で、今回使ったこちらのドライヤー、こういう折りたたみ式のものなんですけど、ここの中のノズルが回転して渦巻き状に風が出る仕組みになってます。本当試してみたら分かるんですけど、風の当たる感じがこう今までに感じたことのない感覚というか、とにかく最初びっくりしました。で、仕上がりも根元からふわっと仕上がるので、髪のボリュームを出したい方にもおすすめかなと思います。で、あとは風の強さとかも段階があって、私は毛量も多いし長めなので、この一番強いので乾かしてます。あとこれ普通のセット用ノズルもついてます。個人的にねすごくいいなと思ったのが、オーバードライになりにくいってところ。今までこう髪の毛を乾かした後の乾燥した感じがすごい気になってたんですけど、これはみずみずしい感じに仕上がるので、前よりこう髪の乾燥がね減った気がします。はい、という感じで今回は私のヘアケア方法をご紹介していきました。このドライヤーはドン・キホーテとかでも購入できるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では。